堺事件は、慶応4年2月15日に、泉国堺の堺港で起きた、土佐藩士によるフランス帝国水兵殺傷事件、及びその事後処理を指す。泉州堺事件、摂津国堺の妙国寺において処刑が行われたため、妙国寺事件とも呼ばれる。慶応4年に近畿で起こった外国人殺傷事件は3度あるが、外国側、日本側ともに最も多くの犠牲者を出した。上位論の未だ収まらぬ慶応4年2月15日午後3時頃、フランス海軍のコルベット艦、デュプレクスは、駐兵庫フランス副領事 MBO と、臨時支那日本艦隊司令官ロアラ一行を迎えるべく、堺港に入り、同時に港内の測量を行った。この間、士官以下数十名のフランス水兵が上陸し市内を遊び回る。夕刻、近隣住民の苦情を受け、6番隊警備隊長、箕浦元明、8番隊警備隊長西村至堂らは、仏水兵に帰還を許しさせたが言葉が通じず、土佐藩兵は、仏水兵を捕獲しようとした。仏水兵側は、土佐藩の大旗を奪った挙句、逃亡しようとしたため、土佐藩兵側はとっさに発砲。泉国堺堺橋2、朝日町一帯で銃撃戦となり、土佐藩兵側が、仏水兵を射殺、または、海に落として溺死させ、あるいは、傷を負わせた。遺体は16日に引き渡しを終えた。なお詳細な原因は話者ごとに食い違っており、フランス側は何もせぬのに突如銃撃を受けたと主張している。死亡した、仏水兵は11名。いずれも20代の若者であった。箕浦元明率いる土佐藩6番隊は、鳥羽、伏見の戦い直後の慶応4年1月9日8つ、時に京を出立、淀城に向かった。新政府軍総裁仁和寺宮、昭仁親王警護の土佐藩兵先鋒と交代するためであったが、同日夜に淀城に到着した時は、仁和寺宮と警護兵はすでに城を立ち、大阪に向かった後だった。軍官、林茂平の判断で6番隊は、翌10日夜明けに淀城を立ち、淀川を下って、同日夜大阪で、仁和寺宮隊と合流した。この時点で、仁和寺宮の警護は、薩摩藩兵に変わっており、6番隊は、当初の目的を失ってしまった。1月11日、6番隊の新たな任務が、堺町内の警護に決まった。当時の堺は、大阪町奉行の支配下にあったが、1月の大阪会場で大阪町奉行は事実上崩壊し、旧堺奉行所に駐在していた同心たちも逃亡してしまっていた。6番隊は即日出発し、その日のうちに堺に入った。1月16日、箕浦の下に神戸事件の情報が入った。事件は箕浦を怒らせるに十分であった。箕浦はもともと儒学者で、その日のうちに箕浦は在京坂の土佐藩兵力を検討している。神戸事件以外に、箕浦を苛立たせていた出来事があった。1月17日、大阪の林軍艦より、中国四国西東総督市場高歌の姫路進発のため、堺の土佐藩兵の一部を大阪へ帰還させよとの命令が出たのである。これでは任務を遂行できないと見た箕浦は、林に増援を求める書状を送り、さらに自ら大阪の軍艦府に赴いた。箕浦の要求が通り、K から西村佐平次率いる8番隊が到着したのは2月8日である。ロシュを訪問していた極東艦隊司令長官ギュスターブ・オイエは2月10日の離日に際し部下に浅瀬の測量を命じている。前年12月15日に大阪天保山沖でアメリカ海軍提督を乗せたボートが転覆し、提督らが溺死した事故を踏まえての指示であった。2月15日、美容、ロアラ一行は、大阪から、兵庫の領事館への陸路を伝って、堺に寄ろうと紀州街道を南下した。外国事務局から、その通報のなかった、箕浦、西村率いる土佐藩兵は、同日昼頃これを阻み、大和川に架かる大和橋で引き返させた。殺害された、仏水兵11名は、神戸居留地外人墓地において、駐日仏公使レオン・ロッシュ、駐日イギリス公使、ハリー・パークスのほかオランダ公使ら、在阪外交官立ち会いのもとに埋葬された。ロッシュは悲哀を込めた長文を読み上げたが、それには、保証は一層公正であり、少しも厳しくないことはないであろう。私は、フランスと皇帝の名において諸君に誓う。諸君の死の報復は、今後我々、我が戦友、我が市民が、諸君の犠牲になったような残虐から免れると、希望できる方法で行われるであろうという、復讐を誓った一文が込められていた。事件発生の報は、翌2月16日の朝には K に届いた。山内容堂は、2月19日早朝、たまたま K の土佐藩邸に滞在していた、英公使館員アルジャーノン・ミットフォードに、藩士処罰の意向を仏公使に伝えるように依頼した。この伝言は、淀川を降り、夕刻には、大阪へ戻ったミットフォードにより、兵庫に滞在する、仏公使ロッシュに伝えられた。ロッシュは、同じく2月19日、在阪各国公使と話し合い、下手人斬刑、陳謝、賠償などの5か条からなる抗議状を日本側に提示した。5か条の内容は、堺市第3巻本編第3777ページによると、以下の通りであった。下手人たる、土佐藩隊長以下隊員を暴行の場所において、日仏両国の剣士立ち会いの上、残刑に処すること賠償として、土佐藩主は$15万を支払うこと外国事務に対応可能な親王がフランス軍艦に出向いて謝罪の意思を表すことと土佐藩主も自らフランス側に出向いて謝罪することと土佐藩主が兵器を携えて海港上に出入りすることを厳禁すること当時、各国公使と軍艦は神戸事件との絡みで泉国、摂津国の間にあった。一方、明治政府の主力軍は戊辰戦争のため関東に下校するなどしており、一旦戦端が開かれれば、敗北は自明の利であった。明治政府は憂慮し、英公使パークスに調停を求めたが失敗。2月22日、明治政府はやむなく賠償金$15万の支払いと、発砲した者の処刑などすべての主張を飲んだ。これは、結局、当時の国力の差は、歴然としており、この状況下、この無念極まりない要求も受け入れざるを得なかったものとされる。妙国寺にある土佐藩主供養塔土佐藩は警備隊長、美濃浦、西村以下全員を吟味し、大使29名が発砲を認めた。一方朝廷の岩倉智美、三条美美らは、フランスの要求には無理難題が多く大使すべてを処罰すると国内世論が上位に沸騰することを懸念し、処罰される者の数を減らすように要求。結局、政府代表の外国事務局タスクトークゼ道富、外国事務局係小松立脇、外国事務局判事五代友厚らが、フランス側と交渉し、大使全員を処罰せず、隊長以下20人を処罰すること。処刑の時間、及び場所などをまとめた。まず、隊長の美濃浦、西村ら4名の指揮官は責任を取って死刑が決定。残る大使16名を事件に関わった者として選ぶこととなり、大阪白髪町にある土佐稲荷神社でくじを引いて決めた。死刑となった顔ぶれは以下の20名である。以上が切腹した。川谷以外は恩赦8種と呼ばれた。2月23日、大阪裁判所の宣告により、摂津国堺材木寺町の妙国寺で、土佐藩士20人の刑の執行が行われた。切腹の場で、藩士たちは、自らの長をつかみ出し、居並ぶフランス水兵を大喝した。その凄惨さに、立ち会っていたフランス軍艦長、アベル・デプティトゥワールは、11人が切腹したところで、外国局判事五代友厚に中止を要請し、結果として9人が除名された。一説に母職紙幣に立ち込め、ついに日暮れるに至り、軍艦長は帰途における襲撃を恐れたからであるという。本人の日誌によれば、侍への同情も感じながら、この形での処刑は、フランス側が望むように戒めになるどころか逆に、侍が英雄視されると理解し中断させたそうである。2月24日、外国事務局総督、山科宮明親王は、大阪鎮大外国事務兼務、伊達宗成を伴って、フランスシナ日本艦隊機関、ベニスに行き、ロッシュと会見。明治天皇からの謝意と宮中への招待を述べた。その時、宗成とロッシュとの間に生存者9名についての話し合いが持たれ、仏側は死亡者と当復者の数が同じことで当方の寛大な処置を示す根拠ができたとして、9名の除名を了承した。翌25日には、土佐藩主、山内豊藩が、ベニスに乗船、ロッシュらに謝罪したが、加害者側の藩主が来ることもあって、この時は24日と違って、礼法もないなど仏側の態度は冷ややかであった。ロッシュは30日御所に三代天皇からの謝意を受けた。こうして、政府間の問題解決は終了することになる。また9人については29日に、東久世道富、伊達宗成、鍋島直弘の連名で、死、一等を免し、その藩へ、親しおけかれ工場、流罪去る付けくべきごとという書面が、土佐藩に30日付で下され、こうして残された9名の処置が決定した。9名は、熊本藩、広島藩に預かりとなっていた。処刑を免れた、橋爪愛平9人は、土佐の渡船伊勢の入殿へ入ると決まるが、皆口々に、我々は、国のために刀を抜いたものだ。仏人の訴えで戒めにつき、死罪を免ぜられ、無罪となり帰国したのに、この上流罪とは納得できないと不平を述べた。藩側は改めて朝廷の沙汰書を示し、ご処置は気の毒だが、曲げて承知してほしい。流罪といっても、長期ではないなどと説得して、ようやく了解を得た。こうして、袴た手脇を許され、籠を用いるという破格の処遇で、入殿へ向かった。庄屋が言うの、進む預けとなり、その後明治新政府の恩赦により帰郷した。遭難したフランス人の石踏は、神戸市立外国人墓地に建てられた。大阪では事件についての流行歌、今度泉州沖で、土佐の上位が、大当たり、よか、敵はフランス、よほどえじゃないか、よふか、よか、よか、よか、明国寺、明国寺、土佐のお侍原を切る。唐人見物、びっくりしゃっくりと、大佐びっくりしゃっくりと、などが歌われた。はじめ11人の墓は明国寺に置かれる予定であったが、直願寺に切腹した者を葬るのは不都合というだけ、宗成の意見が通り、同じ堺市内の宝珠院に置かれた。その11人の墓標には、多くの市民が詰めかけ、ご残念様と参詣し、生き残った9人には、ご名分様として、死体を入れるはずであった大甕に入って幸運にあやかる者が絶えなかった。ありがとうございます。